黒いスパイダートランシーバーマン。我らデスジェニファースイス支部の功績を挙げるため、今日から例の作戦を実行する。例の作戦とは何でありますか？以前も話したはずだ。っていうかお前おかしいな。いやほら、あの人間なんだって忘れることはありますでしょ。お前田淵じゃないな。違いますよ。気づくのが遅かったようだな。よし、これでデスジェニファースイス支部は壊滅させた。俺はやっぱりナイスだ。というわけでデスジェニファースイス支部が壊滅しました。誰が壊滅させたんだ。わしら家電のヒーローじゃないんじゃないのかな。俺たちの知らない間にまたこうして事件が解決されていくんだな。もうこれで4件目じゃない。オランダ、ベルギー、ルクセンブルクにドイツ、あれ5つあるぞ、スイスもだから。やだ。日本のデスジェニファーもこいつが解決してくんねえかな。おいおい、他力本願はダメだぞ。そうだ、俺たちはヒーローだ。そんなこと言っちゃってダメだ。分かってるよ。ピザマン買ってきたから食おうぜ。マジか。食おうぜ。待てよ、親父。俺、グレートは食べないの？俺は、いいや。名もなきヒーローの助けをしてやるのも、ま、楽しいんじゃねえかと思ってな。報酬ももらえるかもしれねえし。多分次はこのフィンランド支部が壊滅されると思うんだがな。どうやら次はこのフィンランド支部が狙われているらしいな。そうです、ゾヌ大佐。ならば、先にこちらから先制攻撃だ。あの、スイス支部の最後の通信によると敵は人間に化ける能力があるらしい。すごいね、社長さん。すごいです。寄るな、けがらわしい。うわぁ。ほんと人使いが荒いんだからね。周りの手出しは無用だ。フランス支部を叩け。土地狂ったんですか大佐。そんな仲間割れなんておかしいよ。確かにおかしいな。っていうか俺はなんで捕まらないんだろう、こんな目立つ場所にいるのに。いいからあやをやるんだ。ただいまって、あれ、わしが二人いる。バレては仕方がないな。スイッチオーバー。己は死に化けると。スイッチオーバー。このガネッサ星人が侵入者を排除する。我々もスイッチオーバー。時空シェイブ。残虐噛みつき株いて。この野郎、この調子でこのフィンランド支部も壊滅だ。俺一人でぶっ潰す。俺もいる。俺も仲間、手伝う。あれ、テレビで有名な、天津島グレードじゃねえか。おめえもいたのか。じゃ、手伝ってくれよ。俺って存在感がないのかな。殺人レーザーガン。ボー。大丈夫か？大丈夫さ。このスーツはな、耐熱温度1500度だぜ。はい、スイッシブ一丁。ブーン。わら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 。今だ、アロ発射。結局俺は何もしなかったけど、お前のその矢は何なんだ。これはな、あのこの矢で撃たれたものは、あのなんだ、あの分解されて、このなんかあの俺のスーツ的なものに内蔵されるんだけど、それをね、あのまた呼び出せるっていうハイテクな、まああのディケートのパクリ。へえ。ただしね、あのその利用できる成人が一回ね、あの死んじゃうとね、もう使えなくなっちゃうんだな。へえ。まあこれからも頑張ろうぜ。ああ、頑張ろうぜ。活躍が始まる。新たなヒーロー。
そういや名前聞いてなかったね。俺はトランシーバーマンだ。続く。